はいどうも、雄大です。はい、今日もね、いい人盛り上がっていきたいと思います。ということで、いやー、久しぶりですね。ということで、はい、2週間ぐらい空いたね。うん、一番空いた気ですね。うん、まあね、まあなぜだ、1週間ちょいぐらいか動画出したいの。まあ、普通に、ね、出せる時間がなかったっていうのと、まあちょっとね、先週、コロナの方にかかりましてね、はい、まあなんとか今は治ったんですけど、まあ先週はね、ちょっと死にかけっていうほどでもないんですけど、まあ熱出てたんでね、はい、まあ1週間まるまる取れなかったっていう感じでございます。はい、なんで、まあだいぶね、マシになったんで、はい、またね、撮っていこうかなと思います。はい、で、まあ、今日はね、月曜日なんですが、月曜日ね、なんかここ2週連続でブースターの方来ておりますが、まあ、僕個人的にはね、まあ、ブースターもいいんですけど、まあ、ブースターはもう、まあ、前みたいにね、木曜日にそういう件の出てもらって、で月曜日にね、クラセレ、ガチャね、出して いただけたらね、まあ多分ハイ課金じゃない微課金とかね、ちょっとだけ課金してる方とかだったら、まあそっちの方がね絶対ありがたいと思うので、はい、もうそっちにしてくれると嬉しい限りです。はい、というわけで、まあ今日はね、まあ来てるんですけど、まあ僕はね、最近めっちゃ課金してるわけではないんで、まあこれはねスルーしていきます。はい、で、まあ、強いかどうかはさておき、まあ、負けれるぐらいかな、僕的に負けれるベッカムあたりぐらいは、強いと思うんで、まあ、引ける人がいればね、まあ、負けれる1体持っといたら絶対強いんじゃないかなっていう感じだと思います。はい、で、今日はね、ちょっと前置き長くなりましたが、まあ、今日は久々のプレイ動画やっていきたいと思います。はい、まあ、使って、見た動画ですね。はい、まあ、今回はね、誰やっていくかというと、はい、こちらの選手ですね、エヴァン・ファーガソンということで、まあ、2週前かな2週前に出た FP 週間 FP の選手なんですが、まあ、せっかくね、当てたし、まあ、ちょっと今怪我でね試合出れてないんですけど、まあ、今後のね期待の選手であるんで、まあ、今回はねこの選手を使っていこうかなと思います。はい、まあ、で、まあ、その時にね、ホーランドも当てたんで、まあ、一緒にねホーランドも使っていこうかなって感じです。はい、というわけで今回はこのファーガソンやっていきたいと思います。ということで試合の方ねやっていきたいと思います。はい、ということで、1試合目ねやっていきました。はい、まあ、お相手さんのねチーム名が今シーズンのローマ大丈夫かよということでまあ昨日の試合で、なんか結構大勝してたイメージですけど、まあね、今あんまり振るわない感じですね。はい、というわけで早速ね、調子の方見ていきたいと思います。はい、どん、あー、まあ普通か。はい、で、まあ一応ね、こっちにディマリアとマーフィーをね配置してるんですけど、まあ、ホーランドとねファーガソンは、身長あるんで、まあ、同サイドに同利きのね、同利きの選手を置くということで、うん、まあ、できる限りちょっとクロスを上げてねやっていこうかなと思います。まあ、普通に真ん中で崩すとかもやっていくんですけど、はい、というわけでねやっていきたいと思います。はい、ということで、早速ねやっていきたいと思います。さあ、会いたいよ、ファーガソン。捉えていく。さあ、ファーガソン。ナイスルパス。来た、ファーガソン、来い。ああ、惜しい。さあ、ファーガソン。OK、ナイス。ああ、くそ。あ、やばい。おお、ナイス。さあ、ファーガソン、まあ、リンクフォワードなんでね、ここまで置いてきてくれるっていう。さあ、ファーガソン、あー、くそ、無理か。 OK、いいよ、来い。あー、
はい、ってことで前半終わりました。いやまだちょっとチャンスというチャンスは来てないな。まあでも2トップでね、まあ見てもらったら分かるんですけど、まあリンクフォワードなんで、あのホーランドを張ってくれる代わりに、ファーガソンがね、あの中盤まで降りてきてもらって、まあ本当にリンクっていう感じで、動いてるんで、はい、まあ、あのその感じで、はい、いきたいと思います。はい、はい、ということで、後半やっていきたいと思います。さあいけるよ、ファーガソン来た。あーくそ、ファーガソン、ナイスナイスナイス、来い、オーケー、ナイス素晴らしい今のファーガソン、まず声出ちゃったよ、いいね。さあここはそうやな、クリマルのに蹴らそう、動かすかな、来た、オッケー、ナイス。さあ来た、ファーガソン、あーくそ、ナイス、お、いいよ、あー惜しい。いやーちょっと後半になってきてエンジンかかっているかな。はい、ということでね、メンバーチェンジしたいと思います。はい、いやーいい感じよファーガソン1点目なんてまさしく降りてきて、散らしてからの自分でゴール決めるという最高の形だったね。さあいいよファーガソン、ナイス、来い、あーさすがに無理か、あやばい、あーこれはやられたしゃあないな、 OK、 はい、ということで1試合目終わりました。いやーナイスファーガソン、いいね。はい、ちょっと前半心配だったんですけど、まあ、後半ね、はい、マン・オン・ザ・マッチ選ばれる活躍ということで、いや素晴らしいですね。はい、ということで2試合目ね、いきたいと思います。はい、ということで、2試合目はね、やってきました。はい、まあ、早速ね、調子見ていきたいと思います。はい、調子はいどん、あいいっすね、絶好調。はい、でなんか2024年からね、なんか23年の時はその好調時どれだけね、ステータス上がるかっていうのを表記してくれてたんですけど、なんか2024年からなくなってますねこれ。はい多分これは表記上がってからの数字ではないと思うんですけどね。うん、なんで2023の時やったんだっていう話なんですけどね。はい、まあそれはさておきね、試合の方やっていきたいと思います。はい、ということで、後半やっていきたい、後半じゃね、2試合目の前半やっていきたいと思いますさあ来た、ファーガソン、あー惜しいね、いいよ、 OK、 あーオフサイドか、惜しかったね、来たファーガソン、ファン、あーくそ、ファールちゃんかい、さあ来た、いいよファーガソン、あーくそ、来た、あーくそ、そうそこ耐えてくれよ。さあファーガソン、あーやばいファーガソン、来い、あー惜しい。はい、ということで前半終わりました。いやちょっと前半硬かったな。うん、ファーガソン1本打てたけどちょっとね、まだ活躍できてないんで、さっきみたいにちょっと後半からね活躍させていきたいと思います。
OK。 お、ファーガソン、いける。来い。あー、惜しい。あー、トラック終わってるわ。はい、ということでね、メンバーチェンジしていきたいと思います。いや、ちょっとなかなか硬い試合になっちゃってますね。来た、 OK、 来たよ、ユネース。あー、くっそ、今抜け出しちゃったのにな。いや、惜しい。あー、怖いかな。はい、ということでね、2試合目終わりました。はい、ちょっと1試合目の後半ほど活躍ができてなかったんですけど、まあ、ニューネスでね、決定機をね、演出したりと、まあまあ、いいところは見せれたんじゃないかな、というわけで、ゲームプランまでね、戻りたいと思います。はい、ということで、ゲームプランまでね、戻ってきました。いやー、まあまあ、今回はいい活躍してくれたんじゃないですか。うん。1試合目は、ゴール決めてね、はい、まあ、アシストまでは行ったか忘れたけど、まあ、チャンスメイクはねできたんじゃないかなと思います。はい、まあ、2試合目もねちょっと硬い試合になったんですけど、まあ、1回まあシュート打ったりとか、最後ねニュネスにスルーパス出したりとか、はい、まあ、ちょいちょいね、いいところで、降りてきてね、中盤のもう本当にリンクフォワードですね。はい、リンクということで、まあ、中盤とフォワードの間をつなげてみたいな感じでやってくれたんじゃないかなって思います。はい、まあまあ、ガチスカに入るかって言われたらねちょっと微妙ですけどね。はい、でもまあまあ、今後もね期待の選手だと思います。はい、ということで、今日はねここで終わりたいと思います。はい、また引き続きね、頑張って動画出していきたいと思いますんで、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ではでは。